出してんのか。なんだ。ほら来いよ。サインがある。誰だそれ。まあいわゆる地下アイドルってやつだよ。へえ、ナンバそういうの好きだったんだな。別に好きじゃねえよ。一時期ちょっと興味があっただけでさ。はあ、ん、このタイプのサインを書いてるってことは、あ、これは6年くらい前のか。結構レアだな。ちょっと興味ある割には詳しすぎんだろ。いや、モエポンのこの書き方はセカンドのレコ発ツアーの時のだ。おい、てめえ、バラバラにしやってやる。私の番です。なめんなよ。やんのか。よし、行くぞ。よっしゃ、行く。よっしゃ、行くぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。文句あんのか。といたばかりの楽しませてくださいよ。私の番です。くらえ、やめろよ。落ちろ。見せてやるよ。決めるぜ。行くぞ。やめんな。いいだよ。せますよ。熱い。俺も
やろうか。してみろ。センスないな。やってみろ。さて。敵に引っかかったぜ。番ですね。くらえ！やくらえ！死ねえ！なめんなよ。あっつ！立て直さねえと。見せてやるよ。じゃあ、うん、ほら、俺の番ね。決まったか。はい、腰が外れた。行くぞ。俺も負
なめんなよ。私の番ですね。俺の番だな。とっておき。どうするか。スリー。やる。うん。文句あんのか？なに？ご主人のないようにしてあげます。わっせーりゃーしてみろ。そう、しなくていいよ。俺の番だな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。まだまだ行けますよ。困りましたね。どうした？ここ最近で一番悩んだ顔してるぞ。孫妃から美味しいお土産を買ってくるよう頼まれたのですが、たこ焼きもお好み焼きも持って帰るのは難しいですから。適当なお菓子じゃダメなの？こういうところで手を抜くと孫妃の気分を損ねるんですよ。一度そうなると厄介なので一発で決めたいんですよね。あんたも苦労してるんだな。道理で白髪が増えるはずだ。これは白髪ではなくシルバーアッシュといって。一番に説明するだけ時間の無駄よ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。体調万全だぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よいしょ。行くぜ。